お疲れ様です。速稼塾の暗号通貨ニュースです。今日はですね、言うことは2つですね。1つはビットコイン、もう1つは柴犬コインのことについてです。ビットコインなんですけども、どうですか？ ETF 承認されて値段ドーンと上がりました。びっくりしたほど。そうじゃないでしょう。やっぱり私が上げていた動画のように、 ETF の承認がされるんじゃないかなっていう風なね、1月11日の一歩前で売れば正解だったんじゃないかなと思います。もちろん長期的に、中期的に見るとビットコインというのは620万から700万、800万と上がる可能性十分ありますよ。でも私たちは今日お金を手にしたいわけですよね。となると、外れた時に限って、いや長期目線で持っておくよっていうのは、ちょっとおかしいような気がしますよね。長期目線で見てるほど余剰資金があればいいんですけどね。今すぐにでもお金が欲しくって、それを支払いとか返済に当てたりしたいわけじゃないですか。そうなってくると、のんびり待つっていうことはなかなかできないと思います。そこで2つ目の評価のあるコイン、それが柴犬コインってことになるかなと思うんですよ、とりあえず今はね。で、柴犬コインにね、なんでそこまで私が注力するかっていうと、なんか値上がりの目録とかね、見通しがあるのかって言ったら別にありませんね。何度も言いますけども、宝くじみたいに柴犬コインに目をつけただけですから、それだけなんですよ。ただ今日はね、そうは言っても柴犬コインにちょっとだけフォーカスしてお届けしたいので、 ICO バブル後に上場したコインの中で値段を上げた、そんなコインのランキングをしてみようかと思います。いきなり第1位です。じゃん、柴犬コインですね。約50万倍になりましたということでございます。それは嫌顔でも目立ちますよね。しかもこれ2021年から数えてですから、まだね、最近のコインなんですよ。コロナ騒動が起きたのは2019年の末から2020年の初頭でしたけども、あそこから世の中自粛ムードになったりとか、いろんな支援金が出たりとかしてね、なんかいろいろと世の中が変わったなと思ったじゃないですか。その時に柴犬コインが出てきて、これ桁が分かんないぐらい安いでしょ。これ価格がね、ゼロがいっぱいついてますからね。今ゼロは2つで、その後ろに14ですから。それを考えると、ここ見てください、50万倍になってますよって出てるわけですよ。すごいでしょ。50万倍ってことは、1万円買った方が何、5億万長者とかになったってことでしょ。もっとか。とてつもないですよね。そのぐらいのボラティリティの大きなコインですから、戻り幅も大きかったと。で、半値戻しはしたところで、でも数十万倍ですからね。で、このボラティリティがもしかしたら今後も生きてくるのかなってところで、この柴犬コイン、いわゆる犬系のコインっていうのの筆頭株じゃないかなと思ってます。ちなみに2位見てみましょうか。2位はガラってコインですね。これも500倍ぐらいになってるわけですよね。全然知りませんね。 AXS 聞いたことないですね。でも177倍。だからビットコインは知っていても、爆上がりしたコインのインフィニティは知らないって方多いんじゃないですか。次、サンドボックス。これは聞いたことありますね。やっぱり急騰したわけですよね。ランドってのはどっかにないですかね。ポリゴン、ポリゴンっていう言葉自体聞いたことありますけども、ポリゴンコインはコインチェックに上場してたか。あ、そうか。じゃあコインチェックでちょっと買っときゃよかったですね。はい、テラですね。ルナ、ちょっとね、ややこしいですね。テラなのかルナなのかはっきりしろって感じですけど、これも137倍か。ファントム。ファクトムっていうのがね、上場廃止になりましたけども、ファントムね、お化けっていう意味ですか、亡霊ですか。ソラナ、ああ、聞いたことある。103倍。ああ、すごいですね。さらに行きましょうか。マナ。聞いたことないですけども、42倍と。はい。ドージコイン。ああ、有名ですね。この、柴犬コインと兄弟みたいな関係にある。兄弟関係にあるね、ドージコイン。これがだから、テスラのコインのメインですよね。柴犬コインとすごくね、似てるということで、全く別のものですけども、同じように論じられることが多いかなっていう、そんな関係ですかね。はい。じゃあ10位まで、これでザラッと見てみました。ビットコインにね、注目が集まるのは仕方がないと思います。ビットコインとその他のアルトコインっていう位置づけですから。で、大きく違うのはビットコインは、中央集権だとは思うんですけども、どこがそのね、集権をしてるのかわからないってことなんですよ。だからこれが暗号通貨の、本当の成功例になると思います。他はね、イーサリアムにしても、テザーにしても、やっぱりこう、応援している
中央団体がありますから、サポート機関があったりとかね。ビットコインはサポートないですからね、勝手にサポートしてる人はいますけどね。ちなみにビットコインとはじめとする暗号通貨の概念を論文で発表したサトシ中本さんっていうのは、なんかあっちこっちにいますね。なんかね、我こそサトシ中本だって言って人を集めてなんかセールスしてるみたいなことが結構行われてますんで、まあでも本物とか偽物とかって区別つく人いないですからね。何なんでしょうかね。はい、柴犬 0.001438 円でしょ。さっきゼロがずらーって並んで、そっからグイッと上がってきましたから、ものすごく人気になったコイン。逆に言うと、こんなね、よくわかんないコインでも上位20位に入るわけですから、それ以下のいろんなコイン、まあそれぞれに理屈はあるんでしょうけども、まあ捨てコインが多いんじゃないかなというふうに思いますね。まあ楽しくやっていきましょう。それでは。